Thank you for inviting me. I'm honored to be here. よろしくお願いいたします。私はですね、スペース BD から参りました飯塚春菜と申します。本日私からはこのヒューマンキャピタルインザスペースインダストリーというテーマでお話をしていきたいというふうに思っております。なぜ私がこのヒューマンキャピタル、まあ、この人材ですね、そういったものに対してちょっとお話をしたいかというふうに申し上げると、私たちこのスペース BD という会社、まあ、産業を一大、この宇宙というものを一大産業にするということをテーマにしている会社ですが、そんな会社がこのなぜこのスペースエデュケーションというものを実施しているのか、そしてこう実際にこの人材マネジメントという観点でどのような今実績があるのかということについてお話をしていきたいと思います。まず私のキャリアからお話をしていきたいと思うんですが、私はエンジニアのバックグラウンドでも、そして宇宙業界に行ったバックグラウンドでもありませんでした。最初はリクルートという日本の HR カンパニーに勤めまして、その中でこうセールスをやってました。でその後実は東京オリンピックのパラリンピックゲームスのですね、この組織委員会というところにこう人事として入りまして、約8万人のボランティアのマネジメントをしていました。でその後に1回リクルートに戻りまして、パブリックアフェアーズということで政策障害をやった後にこのスペース BD に広報そして人材の担当として入りました。なので私のバックグラウンドはこう主にその人組織そしてその人材開発っていうところに重きを置いている中で、今後そのやはりその宇宙の発展っていうところにおいてはこの人材の力がものすごく重要だなというふうに日々考えています。まず私たちの会社が最初にですね、何をしているかっていうのをお話をしていきたいと思っております。もうすでにもしかしたらご存知いただいている方も多くいらっしゃるかもしれないんですが、私たちは今スペース BD ですね、7期目の会社になります。従業員は今60人ほどの会社でして、まあ、日本橋に拠点を構えています。で現在ですね、私たちの60人のうち3分の1がエンジニア、そして残りがビジネスデベロップメント、そしてコーポレートのメンバーで成り立っています。でこの左上のこの長崎ですね、この社長マサさんがこのスペース BD を立ち上げた背景としては、やはりその宇宙っていうものをきちんとその産業化していく、一大産業にしていくことをミッションにして、宇宙商社このスペースビジネスデベロップメントっていうことをコンセプトに会社を立ち上げたという背景になります。私たちの会社このスペース BD はですね、今申し上げたその BD がビジネスデベロップメントなんですけども、このロゴのコンセプトも人、まあキャラクターですね、人ということで、やはりその人がとても人材、すごくコアなリソースということを、コンセプトにしております。やっているコア事業としては衛星物を、宇宙に持っていくための輸送事業をしていまして、さまざまなロケットを我々の方で調達をして、それを衛星事業者さん側に、この軌道に行きたいんだったらこのロケットという形でさまざまなマッチング支援を行っています。まあ、そうした中でやはり技術サポートというところも必要になりますので、私たちのエンジニアがその間に入って技術支援を行っているというような形になります。でこれが全体 その私たちのビジネスエリアの図なんですけれども、この宇宙におけるこのバリューチェーンの中で左手のところ、こちらはいわゆるそのローンチサービスに向けて、こう現在の宇宙のまあサプライチェーンに向けてさまざま部品の調達だったりとか衛星のシステムインテグレーション、そしてローンチサービスのサポートということを行っているんですが、やはりその宇宙を一大産業にする上では、この右側のところ、例えば私たちはライフサイエンス領域における宇宙実験、そしてこの後お話しさせていただくエデュケーションですね、教育というところも携わっております。やはりこの両方のですね、この一体化、その左だけではなくって、やはりその民間 その産業のこう参入というところをもっと増やしていく必要がありますので、この両方をこう回しながらさまざまなビジネスを行っています。まあ、そんな会社が私たちがなぜこのエデュケーションというものをやっているかというところなんですが、私たちは宇宙のテクノロジーを伝えたり宇宙の何かを伝える教育をやっているわけではありません。この宇宙っていうものを舞台にしてチャレンジをする姿勢だったりとか、あるいはその不確実性が高い要素に向けてこうどうやって自分でタックルをしていくか、そういうようなこうアントレプレナーシップマインド、そのビジネスに対してこう何か取り組んでいく姿勢っていうものを、私たちは宇宙を通じていろんなエデュケーションのプログラムをしております。まあ、そうした中で私たちはそのアントレプレナーシップマインドっていうふうにお話ししていますが、
例えば高校向け、そして大学向け、そして一般の企業向けにさまざまなエデュケーションプログラムをやっておりまして、例えばその高校向けは実際に高校生が主体となって衛星を作るワークショップを企画して、私たちの打ち上げの支援を通じて、例えばクラーク記念国際高校さんに対しては去年の11月に衛星を打ち上げているんですけれども、やはり高校生主体で実際に宇宙に携わるっていうことの実体験を通じて何かチャレンジをする姿勢を身につけていただくでしたり、そして大学向けに関しては今学習院大学さんとコラボレーションをしているんですが、今その分離融合型、これ理系文系限らず一般教養科目として宇宙利用論っていう授業を開いているんですけれども、こちらも宇宙×経済、宇宙かける法律、宇宙かける何々という形で、宇宙っていうものをこう全てテーマにすると全てがチャレンジングな、答えがないものに挑むので、そういったテーマでさまざまな事業開発をしております。また大学、社会人向けに対しては、例えばパナソニックさん、ユリリビアさんに対して宇宙を通じた自分自身のその起業家マインドっていうものを身につけてもらうために、こう社内のですね、こうベンチャー経営のエッセンスを知ってもらうためのプログラムっていうものを宇宙を通じて実施をしていたりしています。また最近はですね、私たちは日本人宇宙飛行士候補生の2名に対してサバイバル訓練を JAXA さんから今受託して行っておりまして、これからのこれまでの培ったですね、教育プログラムっていうものを通じて、今後その新しいミッションに対して宇宙っていうものを挑む姿勢ですね、その実際に自分自身がその強靭なこの精神力だったり、そういったマインドセットっていうものを培ってもらうためのプログラムっていうのもこういったところで活かしております。まとめますと、やはりその宇宙っていうものはその一つのチャレンジをするテーマっていうところにおいてはすごく最適な舞台だなっていうふうに私たちは思っております。でこの教育プログラムっていうことを通じて、今後例えばその宇宙に携わっていただく方が育っていただく、それを通じてはやはりその宇宙のバリューチェーン、このサプライチェーンに寄与するっていうふうに考えておりますし、やはりこの人材育成っていうものに対して、この宇宙っていう、結構宇宙ってすごく嫌われないコンテンツだと私は思っているので、やはりこの両輪がすごく大事だなというふうに考えております。またこれは私たちのこのスペース BD という会社のカルチャーでもありますけれども、やはりその宇宙にどれだけその人に参入をしてもらうかってこともすごく大きな重要なテーマだというふうに思っている中で、やはり宇宙がどれだけその産業化としてビジネスとして成功できるか、そうすることでお金が集まるところに対して人が入ってくる、そういったことがやはりその大きく上でもすごく重要だなというふうに思っているので、やはりその私たちは人っていうものを通じていろいろなそのビジネス、一大産業化に向けて貢献をしていく会社であり続けたいなというふうに考えております。はい、本日は以上になりますが、お聞きいただいてありがとうございました。 Thank you very much for your attention. Thank you very much.